アイスマンは、クジラエイ,イクコによる日本の漫画、週刊ヤングサンデーにて1996年14号から1997年10号まで連載された。部員の足りない、弱小の高校アイスホッケー部に身体能力の高い素人が転入し、その才能の開花に伴い試合で勝ち進んでいく様をコメディタッチを多く含みつつ描かれている。試合に関しての主な描写は、 新人戦関東大会3試合となっている。主人公の所属するチームは最終的に9人になるが、基本的には女子1人を含めたたった7人で試合を行う。また、いじめに関するエピソードもあり、多くのページ数が割かれている。千鳥横浜高校アイスホッケー部の伊達亀太郎は、スケートセンターへ向かう最中に大きな魚を担いだ馬鹿で大柄な男と出会う。 男は近くに氷のある場所を教えろと迫り、ビンタロウは焦って、スケートセンターと答えて逃走する。アイスホッケーの試合会場まで追いかけてきたその男は、なんと、父親違いの兄、ゴーダダンだった。玉は、海で遭難した父の葬式代わりに、父の好きだったひらまさを弟に食べさせるために、北海道の釧路から訪れた。用を済ませ、釧路へ戻るつもりだったが、 心残りが一つあった。ビン郎が出場していた練習試合にいた、横田マヒルに一目惚れしていたのである。そこへ病欠した選手の代わりを探していたマヒルが、現れ、玉はアイスホッケーの試合に出ることになり、神奈川へ残る。玉が入部し、公式戦へ出場可能な人数が揃った、アイスホッケー部は新人戦へとエントリーする。神奈川県にある京学の高等学校。 学校の愛称は、チーハマ。アイスホッケー部総部10年、インターハイ予選、新人戦ともにすべて初戦で大敗している弱小チーム。部員も少なくたまや、女子のマヒを含めて、やっと1セット分の6人という状態である。試合の人数が足りない時は、野球部にスケ人トを頼んでいた。新入部員は20人いたが辞めずに残ったのは、ビン太郎のみとなっている。また、 監督のプライベートな暴走により、新人戦で決勝戦まで行かなければ敗部することになった。練習は、港横浜スケートセンターを利用する。その他千葉県の高等学校。部員は30人で大半が暴走族出身で、コーチが4人もいる。監督はサングラスに、スキンヘッドとチンピラのような言動や風貌をしている。千葉スケートセンターで練習をする。 偏差値の高い栃木県の高等学校。関東最強のアイスホッケーチームであり、表情の殺し屋の異名を持つ。選手は全員頭を丸刈りにしている。得点しても誰一人喜ばない。千鳥横浜高校との試合に出たのは、全員一年生。監督は、選手は黙って指示通りに動けばいいという心情であり、シュートする選手をベンチから指示して遊んでいる。 アイスホッケー部には、高校代表が数名いる。週刊ヤングサンデーヤングサンデーコミックスより、全4巻。第1巻から第3巻までは、巻末に1ページの、おまけページが掲載されている。1996年8月5日、発売 ISBN978 から4から09から152001から2996年9月14日。 発売 ISBN978 から4から09から152002から9996年12月7日発売 ISBN978 から4から09から152003から6997年4月18日発売 ISBN978 から4から09から152004から3ありがとうございます